はいどうも、しらたきです。今回の動画は明日にイベントとガチャが更新されるということで、明日のイベント予想とガチャ予想、まあ、そして後半戦は、西口選手かな、まあ、ほぼほぼやらないんですけれども、今ね、打撃が5割と、まあ、かなり好調、防御率もね0点台、まあ、好調の中西口さん使ってみたらどうなるのか、まあ、動画のね後半戦はちょっとリアタイねやっていこうかなと思います。まあ、よければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、まあ、高評価していただけると、かなり嬉しいです。ということでやっていきましょう。まずはじめに話していく内容が、明日のイベント予想になります。で、重要な、ね、情報がお知らせに書かれていまして、そのお知らせがこちら、セパ交流戦応援ログインボーナス実施中、これが、6月7日火曜日の、3時に終了します。で、まあね、この対決動画かな、これの一番最後に、まあ、選手が引いたカードの絵柄のアイテムがプレゼントされる、まあ、エキサイティングプレゼントというものがあります。で、このエキサイティングプレゼントの配布方法が、まあ、去年、2年前、まあ、同じね、まあ、感じで来ると思うんですけれども、ログインボーナスでエキサイティングのプレゼントが配布されます。そして、過去のね、データ、まあ、2021年のね、情報を見ていきたいんですけれども、6月の8日にエキサイティングプレイヤー第1弾が開始されました。そしてその1日後、6月9日から、ログインボーナスが開始されました。で、こういったね、情報があるので、まあ、この、6月7日終了かな、セパ交流戦のログインボーナスが終了した後の、まあ、7日からエキサイティングプレゼントが、まあ、配られる、配布されると予想しました。こういった情報を元に、まあ、明日のね、イベント予想していきたいんですけれども、6月7日にログインボーナスが終了するので、まあ、その1日前、6月の6日に、まあ、エキサイティングプレイヤー第1弾が、登場すると考えて、まあ、3月じゃなくて5月の31日から、6月の6日、まあ、この期間、まあ、6日間なんですけれども、まあ、6日間のイベントが登場して、まあ、6月の6日に、まあ、エキサイティングプレイヤー第1弾が登場、そしてその1日後、6月の7日に、まあ、エキサイティングの、ログインボーナスかな、まあ、こちら、6月7日に交流戦のログインボーナスが終わるので、まあ、それと入れ替えに、まあ、エキサイティング、ログインボーナスかな、あれが来ると予想しました。明日に6日間のイベントが来ると予想しまして、こちらはイベントの更新順番表になります。10月7日にプロスピ交流戦、10月19日にスカウティングナイン、10月29日に俺の球場飯、まあ、このね、更新順番表の中から、まあ、明日のイベントが登場すると予想していまして、まあ、3月31日から6月6日、まあ、期間としては6日間、まあ、6日間で開催できるイベントとして、まあ、そして、全く更新されていないイベントがこの中にあります。それが、最終更新が10月29日の俺の球場飯、まあ、明日、3月31日のイベントは俺の球場飯が登場すると予想しました。選手名鑑の方に来まして、明日31日は2つの更新が来ると予想しています。まず1つ目がポジション追加、そして2つ目が、まあ、タイムスリップセレクション OB セレクションが終了した後、まあ、必ず来るガチャ、タイムスリップセレクション第2弾狙い撃ちスカウトが明日、まあ、100% の確率で登場すると予想しました。次回登場するポジションの予想していきたいんですけれども、今現状野手が7名、投手が5名、まあ、野手がね多めに追加されているということで、まあ、次回は投手が来ると予想しました。で、まあ、前回のねポジション追加見ていきたいんですけれども、野手が追加されている、その前糸井さん野手が追加されている、まあ、2連続野手と野手がね来ているということもあって、まあ、明日は投手がね追加されると予想しました。投手の中でも先発、中継ぎ、抑えというね3種類がありまして、まあ、抑えに関しては、まあ、前回ね登場したのでない、まあ、先発が中継ぎのどちらかで、まあ、このね先発が中継ぎの、まあ、人数も数えたんですけれども、先発が2名で中継ぎ、抑え、まあ、これね後ろの選手が3名登場しているということで、まあ、1名足りていない、まあ、先発がまず登場すると予想しました。まあ、そしてどういったねガチャで登場してくるのか、まあ、こちらはガチャの更新順番表になりまして、4月28日にグレードアップ、5月6日にドラフトスカウト、5月12日に長寿チーム狙い撃ちスカウト、5月17日に戦力強化スカウト、まあ、古い順番から更新されるということで、まあ、明日、4月28日最終更新の、まあ、グレードアップスカウト、プラス先発枠で、登場すると予想しました。
最終的な予想のまとめとしては明日、まあ、5月31日から6月の6日、まあ、6日間のイベントとして俺の球場飯で、6日には、まあ、エキサイティングプレイヤー第1弾、そして6月7日にセパ交流戦のログインボーナスが終了するということで、まあ、そのタイミングで、まあ、エキサイティングの、ね、ログインボーナスに切り替わると予想をしました。で、ガチャは、まあ、先発のグレードアップスカウト、まあ、そして、まあ、タイムスリップセレクション第2弾狙い撃ちスカウト、まあ、こういった予想をしました。まあ、皆さんのね、予想に関しては、まあ、コメント欄で書いてもらえばなと思います。ということで最後、まあ、ちょっとだけね、ランク戦やっていこうかなと思います。まあ、久々のランク戦。久しぶりにランク戦ね、やっていきたいんですけれども、今回使う選手はタイムスリップセレクション第2弾のね、セーブ枠で登場している西口選手。まあ、ちょっとね、極みまですることはできていないんですけれども、特訓レベル5の、まあ、レベルマックス。で、特殊能力は、脱三振、キレイ、タイピンチと、まあ、一応ね、キレイだけ上げてきました。まあ、マックスまでしたいんですけれども、まあ、そのランキング走っているので、ランキングの、その選択契約書、まあ、あとは、TS 第2弾狙い撃ち使うと、まあ、そこで変わってくるので、まあ、とりあえずこれだけ上げました。ということで、ランク戦やっていきましょう。あー、ミスった。もう、間違えた。ダルビッシュさん使ってしまった。もう。見てください。ちょ、最近ね、あの、勝率933、防御率0.73、打率5割5分6厘。結構いいんですよ。しかも9連勝しているという。まあ、これはスキップ。ということで、西口選手、行きましょう。2試合目。メサンテが見つかりました。5割5分7厘。いや、6割行きたいね。ちょっと西口選手、使っていきましょう。おお、すげえ。今見ました。シンクロした。よろしくお願いします。おお、すげえ。今見ました。シンクロした。よろしくお願いします。これになんかなんでテンション上がってんねん。なんでテンション上がってんねん。ということで、左打者ね、この西口さん結構難しいんですけれども、まあ、外スラかな。外スラ。右打者であれば真ん中あたりからのスライダー結構強いんですよ。もう外すら流し打ちかな。流せない人であれば組んでね。よし、 OK。 危な。ひたすら外すら流し打ち。 2回投げたんだよね、デカスラを。よし、 OK。 モサにはね、通じないと思うんですけれども、あー、せやね、ちょっと使っていこうかな。西口選手は全国大会ではね、かなり、まあ、強い投手なんでね。中継ぎかな。中継ぎで出されたら結構あの打ちにくい投手なんで。いやー、やっぱギータやね。自分が一郎選手1番ではなく、やっぱホームランでね、まあ、開幕始まるのが1番いんで、やっぱホームランが打てるね、まあ、柳田さん入れてるわけですよ。9番一郎さんなんですよ。9番レフトの福留さん入れてたんですけれども、ちょっとスピリッツ的なことがあって、まあ、レフト B の一郎さん入れてます、9番に。いや、バース。いやー、これを抜ける。よし、OK。さあ、吉野部さん行こう、吉野部さん。やっぱね、ライトは吉野部さんかな、アーチスト降格。古い日強化されたけど、まあ、あんま使ってる人いないね。最近、あの、ランクスやってるけど。あんまりいない。結局、まあ、降格アーチが。一番強い組み合わせかな。あ、兄貴決めてくれ。兄貴、パワー90以上のライドラの力を見せてやろう。まずはボールから入りました。次が2球目。兄貴と、あざした。ありがとうございました。西口選手に勝ちをつけることができました。完全試合達成。完全試合。完全試合という結果になりました。里崎さん、完全試合という快挙を達成しました。